海上アスレチックからフライボードまで、寿司海岸で思いっきり海のレジャーを楽しんだ後は、確かに焼けたな、ほのか焼けたよな、でも俺の方がやばい、ほんとだ、すごいじゃん、やっぱ白かったら焼けんだよな、白ゆうすけあじゃっちゆっくり流れる時間を感じながら、エージェントの思いを語るひとときをご用意しました。お邪魔します。これはね、一式ベースっていうお店でやってる、焚き火カフェっていうサービス。カフェなの？そういうやつなんや。じゃあ手ぶらで来てもいいってことなんですね。さすがー！すごいすごい！コーヒー入れるからね、みんなに。おー、やったー。ちゃんと豆から。気をつけてくださいね。やばい、めっちゃ。めっちゃ入れる。めっちゃ注いでた。あ、ありがとうございます。いいんだね、じゃあ火を見るのは落ち着くね。 あったかい火ってほんまに一生見てられるよな、うん、癒される、いい香り、コーヒーや、すごいね、こんななんか感じでコーヒー飲むの初めてかも。確かに浜辺でね、うん、いい時間や。海ってなかなか、まあね、行こうと思ったら行けますけど、5人揃ってこうやって行くって、ね、なかなかないですから、うん、しかもああいうアスレチック、うん、初めてやったんで、初めてやったね、ね、楽しかったね、楽しかった、知らなかった、あの海の中にアスレチックがあるなんて。あ、夏だったな。え、あれ見ました、僕の、あ、撮ってましたもんね一番高く飛んでいたやった、緊張してきたもんね。うわ、いいよいいよ、めちゃくちゃ楽しかった、めっちゃ楽しかったな、元気かった、毎日したい、あれいやでもこれ結構趣味にマジでいいかもな。2回目で良くなるっていうのが多いらしくて、その1回目の改善点とか結構俺もあるから。いやでも初回でここまで飛べた人はもう結構ここ一人だった。陸でも噂になってました。え、めっちゃ飛んでんじゃん、もうすごっ、結構だって上がってたもん、噂の人でしたあれめっちゃ楽しかった、みんなやってほしいよ、マジで怖い、いや怖くないよ、筋肉痛になりそう、いやあれ絶対になる、歩けへんかったもん。 どこに力入れるのあれ、あ、すねじゃない、足首とか、うん、ピキーンってなるみたいな、お尻とか、すごいめっちゃ結構全部下半身使う、倒立場の足バージョンみたいな感じ、うん、重心移動が。乾杯、いただきます。乾杯。うん、美味しい。深みがあるね。美味しいね。美味しい。すごい。すごい香りが。ね、ちゃんとコーヒー豆から作ったんだなっていう味する。美味しい。あー、生き返る。雰囲気に合ってるよね、やっぱこういうのでね、飲んだらね。幸せ。美味しい。幸せ。
それじゃあ夢語っていきますか。こんな感じで雰囲気もあれやから夢？夢ね。何の夢？秘密結社 LOL プラネッツ、エージェントたちの夢。ファン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 。いや出ない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 。まあ、僕小宮山直人の夢は、僕が何かをすることによってその見てる人とか応援してくれてる人、ファンの人が、あ、私も頑張ろうとか、明日も頑張って生きていこうとか、そんな思ってもらえたら僕一番嬉しいなと思ってて、今年ベストボディジャパンっていうのに、エントリーすることにしたんですけど、それで何を伝えたいかというか、まあ、もちろん自分のためもあるけど、ファンの人とか応援してくれてる人の希望とか、なんか元気とか勇気を与えられたらなって思って、夢としてはもう1位になりたいです。響は幸せになりたいし、もう多分無理、多分無理やな、もう多分無理。手も傷だらけだし、もう多分無理。幸せになりたいし、響の周りにいる人を幸せにしたいです。大事だね。ゲーム変えようじゃん。あ、何？ハッピー響きにしよう。ハッピー響きで。確かにいいかも。佐藤は、佐藤は、佐藤、あ、ジャックラッセルテリア。佐藤、いやそうかも。すいません。かっこいい男になりたい。そのためにかっこいい男。うん。大事だよ。すべて自分がやってることに対して自信を持てるようになりたいです。そうだね。大事やな。あとはスープラを買う。なんだっけスープラって。車。車だ。車か。かっけえ男じゃん。スープラ佐藤。スープラ佐藤で。いいね。え、ベスボ小宮山。ベスボ小宮山。ハッピー響き。スープラ佐藤。後悔しない人生を歩む。大きなテーマ。タイミングとかいろいろ重なってできひんかったこととか、これからやりたいことももちろんいっぱいあるし、それをちゃんと 着実っていうの、着実か、着実にちゃんと自分で叶えていきたいなとも思ってるし、その自分が叶えていくことに対して自分の大切な人たちもどんどん巻き込んで、みんなで幸せになりたいなって。後悔ほのか。後悔ほのか。後悔なしほのかで終わりか。これでおるな、ここに。終わった？終わった？おい、小宮山直人。おー、フルネームすごい。急にフルネーム。一人だけ衣装なの今日。確かに。自立した女性になりたいですね。まずなんか責任を持てる行動というか、全部そう。え、無理だやって。おい、夢やから。夢やから。そう、夢やからいいね。全部の行動って自分が炊いたマネから、あ、マネ炊いたマネ、自分が炊いたマネもか。蒔いた種や、間違えた。そう、蒔いた種から始まることだから。全部全部にこう責任を持って行動して、こうかっこいい女性になっていきたいなって思ってます。蒔いた真似もか。蒔いた真似もか。蒔いた真似もか。LOL がずっとずっと続けばいいなと思うし、もっともっとみんなに好きになってもらえたらいいなと思うし、ちゃんとお金も稼ぎたいし、ファンの皆さんと一緒に楽しいことして、根本のライブとかももっともっと精度上げて、大きいところでライブができたらなと思ってます。一式ベースは葉山の魅力を感じられるサービスを展開。バーベキューや焚き火カフェなどのアクティビティの他にも、カフェ&グリルで地元で採れた新鮮なお肉やお魚料理をご用意しています。ぜひこちらも訪れてみてください。4週にわたりお送りしてきた逗子・葉山で夏の海を楽しもうの旅も今回で最後。
広くて綺麗な海で素直に夢を語ったエージェントたち。目まぐるしく日々を過ごす彼らの癒しの時間となったでしょうか。はい、今日一日終了しました。楽しかった。久しぶりに長いあれやったね、うん、てか5人でのあれが久しぶりなの。1年ぶりぐらいやった。1年ぶりじゃない、ね、細い、細い、なかなかさ、こうやってゆったり海でね、強制的に溺れたけどさ、うん、溺れてないやん。ちゃんと水みんな入ってる。楽しかった。ね、楽しかった。ちょっと海が好きになった。確かにいいこと。入るのもいいなと思った今日。でも俺泳いでる時に足になんか当たってさ、え？痛かった？痛くなかった。でもなんかだって深いとこなのに足に当たるからさ。魚？かな。クラゲじゃない、クラゲだけど、ちょっとそれで俺鳥肌うわーだってさ。俺そんなん嫌やわ。でなんか水温がどんどん冷たくなってきてさ。確かに冷たかった。怖いなと思ったけど。いい夏でしたね。ね、夏だった。ありがとうございました。また活躍してたから。してたか。誰が？モカが活躍してたな。モカ活躍してた今回。してた。ちょいちょいなんかおもろいことしてた。ナオティの水かけられて一番キレてた。あれはな。わざわざ落ちる時もさ、顔から行かないようにさ。そうやで、そうやで、頑張って守ったのに。バリ言うない。したらナオティがさ、めちゃくちゃ出すからさ、ちゃんとダイレクトにチャポンって入ってた。水が口に。それは仕方ない。もう必死でやってたから、あの渡るやつ。でも楽しかったね。楽しかった。みんなもやってみてください。はい。バイバーイ。バイバーイ。次週、小野田エージェントが意外な分野を調査。何、どうなってんの？あっという間に